皆様、本日は私どもコンラート社の主催するパーティーにお越しいただき誠にありがとうございました。皆様もご周知のことと存じますが、本日は記念すべき10年前の本日、我がコンラート社は退屈そうですわね。でも聞くふりだけでもしておいた方がよろしくってよ。この場所にいらっしゃる以上、あの方がどういう人物であるかご存知のはずでしょうから。ヘルマン・コンラート、かの百日戦役の折に財を成し、信仰ながら帝国有数の資産家として名を馳せている死の商人。そして数年前からラインフォルトグループと提携し、取締役を兼任しているほどの人物。いやはや、経歴だけを見たら確かに大した御仁です。こうして実物を見ているといささか拍子抜けではありますがそんなことを口にしてしまって。いくら仮面をつけているとはいえ、あちらにいる黒服の方々に取り囲まれても知りませんわよ恐ろしい話ですな。大方、私のような無粋者はつまみ出されてしまうのでしょう。その窓を破ってポイッとね本当に面白い方ね。マスコミの方？いえ、意外とお役人さんだったりするのかしらご想像にお任せしますよ。それにしても船の中とはとても思えませんね。ましてや地上何千アージュの高みにいるとは。新造されたばかりのラインホルトの飛行客船、今のところ世界最大級の飛行船という触れ込みでしたかしら。全長120アージュというとそういうことにはなるでしょうね。あくまで表の世界ではですが思わせぶりですわね。そんな謎めいた言葉で女を引きつけようとするなんて。まだお若い様子なのに随分手慣れていらっしゃること。おっと、お見通しでしたか。やれやれ、これ以上尻尾を出さぬうちに退散した方が良さそうだ気が向いたらまたおしゃべりに付き合ってくださる？このような名も知れぬ相手との楽しい語らい、めったにある機会ではありませんもの。何でしたらこのパーティーが終わってから、あなたのお部屋ででもゆっくりと光栄です、マダム。エイドスの目を盗むことができたら喜んで。あなたの部屋ではいけない理由は、まあ聞かないでおきましょう。嫌な方。縁も竹縄、そろそろ頃合いだな。彼のプライベートルームは甲板デッキを抜けた最上階。よし、
動くとするか。Thank you.
妙だな。誰かに見られていたような。まあいい、とっとと始めるとしよう。目指すは甲板デッキの先、最上階のプライベートルームだ。お客様、招待状をお持ちでしょうか。ああ、これのことかな。これは失礼を。どうか保安上の必要事項とお考えください。気にしてないさ。
狙うは最上階だ。こちらに用事はないな。ふう、これが以前からアナウンスされていた最新鋭の飛行客船ですか。なるほど。このエンジン音も聞き慣れないものだ。どうやら新型のようですね。ん？この男、目が見えないのか。どうやら。お客様、どうかなさいましたか？いや、何でもない。こちらから進むのはやめておくか。お客様、お待ちを。この先は主人コンラートのプライベートルームになります。どうかお引き取りください。ああ、お役目ご苦労。しかし君たちも運が悪いな。何のつもり。両兵崩れといったところか。この程度の練度ならさほど苦労しなくて済みそうだ。いつもこのくらい楽なら助かるんだがね。さっさと済ませてしまおうか。無駄に豪勢な部屋だな。さて、どこに隠してある？スイッチか。
どうやら一つだけではなさそうだ。さてお次は。フェイクか。やれやれ、手の込んだことをしてくれる。どうやら一つだけではなさ。さてお、まだあるな。やれやれ。どうやら一つ。さてお、まだあるな。お約束というやつだな。ここまで予想通りならば、おそらく。ふん、可能性としては。やはりな。今回のターゲット、連中がばらまいたおもちゃの可能性が高そうだ。愚者のロケット、身につければ大抵の嘘を相手に信じさせることができる禁断のアーティファクトの一つか。やれやれ、武器商人風情が大それたもの。どういうことだ。見張りの連中は一体何をしていた。二人揃って仲良く眠らされてたぜ。針か噴射器を使ったらしい。同業者かもしれんな。このままパーティーが終わるまで中に拘束する。コンラート様に報告するのはその後にするぞ。仲間がいる可能性は。監視カメラの記憶を見る限りこいつ一人のようだ。ただ
バックアップが他にいる可能性は高いだろう。今のうちに招待客全員をマークした方が良さそうだな。今のは。おい貴様、何がおかしい。いや何、侮っていたことを詫びようと思ってね。両兵崩れのチンピラかと思えば、なかなかどうして大した連度だ。こいつ、そちらこそ大した度胸だ。貴様の背景が何かは知らんが、コンラート様は容赦のない方だ。このまま無事に済むと思うなよ。舌を噛み切った方がマシだと思えるような目に合わせてやる。それは魅力的なお誘いだ。ただあいにくこちらも戦略があってね。なんだ。ああ、一つ言い忘れていた。君ら、はようそこから離れとった方がええで。バカな。動力砲の直撃にも耐えられる扉だぞ。やれやれ、この技手加減すんの難しいんやで。あんまり手間かけさせんといてや。なんだ妖怪の神父。一応正真正銘の神父やで。今なら懺悔格安で聞いたってもええよ。兄さんら随分と後ろぐらい過去持ってそうやし。惑わされるな。一斉にかかるぞ。はあ、そこは懺悔でミラ取るんかーいって突っ込んでほしかったんやけど、まあよ、あんま時間もないことやし。まとめてかかってき。まだこれからや。教会の使い手、聖杯騎士というやつか。噂だけは聞いていたが。どんな噂かっちゅうのはあえて聞かんことにしとくわ。心配せんでも俺の狙いはあんたらの雇い主だけや。安心して気絶しとったらええよ。化け物か。さてと、目的のブツは回収した。
とっととパーティー会場に戻って仕上げに入るとしようか。はあ、でもあのマダムのお誘いを逃すのはもったいないかもな。ええ体してたし、いかにも旦那に満足してへんって感じやったし、ま、火遊びはほどほどにしとこか。こっちは一等客室か。さらうと面白そうやけど、今回は見逃しといたろか。まだこれからや。よっしゃ、次行こうか。
会場はこっちじゃないな。まだまだこれからや。会場はこっちじゃないな。まだこれからや。来たか。北の両兵の名にかけて。ここから先は一歩も通さん。ああ、やっぱり現役バリバリの両兵団、しかも割と有名どころやったか。お国の事情はわかるんやけど、ここは引いてもらえへんかな。黙れ。貴様に俺たちの何がわかる。飢えと貧困に苦しむ我らがノーザンブリアのためにも、ここで名を落とすわけにはいかん。まったく、世知辛い世の中やね。ええやろ、こちらも全力で行かせてもらうで。もうしまいにしようか。よっしゃ、次行こうか。なんだ、一体何が起こっている。おそらく侵入者かと。しかもどうやらかなりの手だれのようです。何のために貴様らを雇ったと思っている。殺しても構わん。とっとと排除するがいい。いやー、そいつは無理ですわ。
ンダク様、教会の神父、まさか。さすがにこんなものを持っとったら俺らの存在は知っとるか。貴様、返せ。それは私のものだ。残念やけど、こいつは女神に返すべきもの。一個人が気軽に持っていていいもんやない。殺せ、早くこいつを殺してロケットを取り戻せ。ヘルマン・コンラード、教会法に基づきエイドスの名において貴殿の身柄を拘束する。容疑はアーティファクトの無断所持および不正使用だ。こんなことをしてただで済むと思うなよ。いくら必要教会とはいえ、ラインフォルトの取締役である私に手を出したら。それに関しては先方とも話はついとるわ。どうせあんたこいつを使って相当無茶なことしてたんやろ。さすがに各方面でいろいろと問題が起きてたみたいやで。あんたみたいな戸様やとさぞかし敵も多そうやしね。ま、運が悪かったと思っておとなしくオナーについてや。ったく、余計な手間かけさせないで。今回はえらい簡単な任務やと思ったけど、生かして捕らえるんもそれなりに面倒やな。そこまでだ。おっと、完全武装してきたか。さすが名高き北の良兵、迅速な対応やね。黙れ。こうして武装した以上、先ほどのように行くとは思うなよ。言っておくが、この船には一個中隊の戦力が控えている。人質を取ったからといって貴様の逃げ場はどこにもないぞ。今回はお互いラッキーやね。何を言っている。もしこの小悪党が下法に認定されてたら、危うく君ら全員を狩ることになってた。ま、これにめげずに故郷復興のために励んでや。俺らの獲物にならぬ程度にな。なかなか楽しませてくれる。だがお話はこれからだよ、ケビン・グラハム。何せ私はまだ目覚めたばかりなのだから。
グラハム卿、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回は割とあっさりと片付いたみたいですね。ま、いつもに比べたら気楽なのは助かったわ。時間に余裕があったら勇敢マダムとのアバンチュールも楽しめたんやけどな。またそのような。あんまりハメを外してると総長に睨まれますよ。へいへい、まったく君らも固いな。なんで俺みたいないい加減な奴のところに配属されたかわからんわ。曲がりなりにも守護騎士の一人でいらっしゃるのですから。このメルカバを含めてそれなりのバックアップは受けていただかないと。重騎士の数だって転用かなり下回っていますし、いっそここらで思い切って人を増やしてみたらどうです？んなことしたら余計に一人で動きにくくなるやん。慎んで遠慮させてもらうわ。やれやれ。もう少し頼っていただけると我々も安心なのですが。半年前の一件にしても塩の杭の運搬しかお手伝いできませんでしたし。あれの運搬はそれなりに重大な任務なんやけどな。下手に動いて奴に警戒されるわけにもいかへんかったし。え？いや、なんでもない。予定通り、このままアルテリアへ帰還する。明日の、いや、もう今日か。昼過ぎには戻れるやろ。ラジャ。どこからや？アルテリア。セルナート総長からの直々のご連絡です。マジでか。こういうタイミングであの人から連絡が入った時はろくなことがないんやけど。社内繋いでや。了解。やあケビン、ご苦労だったな。守備の方はどうだ？ええ、筒がなく。ブツは愚者のロケット。蛇の気配はありましたけど、多分尻尾切りの対象ですやろ。そうか、ほぼ睨んだ通りだったな。ご苦労だった。帰還して体を休めてくれと言いたいところだが。空来た。ん？なんだ？あ、いやいや、続けたってください。うん、任務終了早々悪いんだが、一つ君に頼みたいことがあってね。下法絡みですか？いや、ただの回収物だ。グランセル大聖堂の地下に一時的に保管してあるらしい。グランセル？なるほど、和関係かもしれないっちゅうことですか。可能性は高いだろう。どうだろう、頼めるかな？了解ですわ。星の護送もあるんで、このままメルカバはアルテリアに戻らせます。リベールへは俺一人で。ああ、よろしく頼む。そうそう、この件に関しては新人の重騎士を一人派遣した。君の下に新たにつけるから、よろしく面倒を見てやってくれ。ちょっと待ったってください。新人って、あんたそんないきなり。女神の巡り合わせはいつでも唐突なものだよ。
訓練の成績も優秀だったから足手まといにはならないだろう。それでは健闘を祈る。あが、はあ、そのよかったじゃないですか、新人が入ってくるみたいで。いいことあるかい。はあ、まったくあの人は昔っから変わらへんな。とても小説のモデルになった人とは思えへんわ。ああ、カーネリアでしたっけ？あれ、いいんですかね？我々の存在を世に周知しているような気が。あれくらい芝居がかった内容ならかえっていい目くらましやろ。ヒロインが死んだとかいうのも適当な撹乱情報になっとるし、もっとも実物を知ってたら簡単に死ぬような玉やないってすぐに分かりそうなもんやけどな。まあコメントは差し控えておきましょう。ともかく話は聞いての通りや。今回の件の後始末は君らに全面的に引き継ぐ。ミラの流れは洗った方がええな。まだまだ隠し口座がありそうや。なるほど。我々はこのままアルテリアに戻るとして、あなたの方はどうします？そやな、適当な自治州で降ろしてや。できれば国際定期船が出とる町の近くがええかな。ラジャ。おっと、そろそろ夜明けですね。